ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するお車がフェラーリ812スーパーファスト2018年式24000キロこちらの車両になります。ついにですね、812をご紹介する時がやってまいりました。土に何回も確認しましたけど、やってなかったんですね。やってないです。グループでね。そうなんです。カスタマイズの紹介とかだけでしたっけカスタマイズの紹介は、うん、もう本当にありとあらゆる仕様の車をご紹介させていただいたんですけども、うん、はい、商品車としてご紹介するのは今回初ということで、私も楽しみでなりません。というわけでまずは概要からご紹介したいと思います、うん、はい、で車としては2017年に発表されて、はい、まあ、皆さんご存知の通り F12 の後継モデルですね。でネーミングのその812っていうところは800馬力12気筒から来てるということ でその後に続くスーパーファストっていうのが1964年に出た500スーパーファストっていう車、はい、そうですね、はい、そこからネーミングが取られてるそうです、はい、でその500スーパーファストっていうのがなんか選ばれた顧客向けにだけ製造されたなんかかなり特殊な車ということで、はい、名車になってるそうです。なるほど。でご存知の通りフロントミッドに 6.5 リッター12気筒 NA を搭載して、はい、それを後輪で駆動するっていう、もうロマンの塊みたいな車になってると。でスペシャルモデルのコンペだったりだとか、はい、特殊モデルのモンツァ SP1-2、まあ、その辺のベースになってたりだとか、はい、まあ、色々、まあ、世間を賑わせて2022年惜しまれつつも生産が終了して今年ですねシリンドリーにバトンタッチしたという名車になるんじゃないかなと、うん、ですね、はいはい、そしてまずエクステリアから見ていきたいんですけれども、はい、で今回この一番目を引くボディカラー、うん、はい、これがトリコートイエロー、はい、ジアロトリプロストラートイエローなんですけど、はい、これ結構メタリック感パールなのかな。パールですね。スリーコートの。スリーコートです、はいはい、で黄色がなかなかこうしっくりくる車って少ないと思うんですよ、うん、そうですね。で特にスーパーカー、まあ、スポーツカーぐらいじゃないですか。なんか多分前にも言ったかもしれないんですけど、デザインする人デザイナーの人って黄色で綺麗に作れるっていうのがなんか最終的にすごいっていう話もあるらしいんですよ。だから黄色イエロー系が成立する車っていうのは車としてデザイン的にいろんなバランスが取れてるっていうラインだったり、なるほど、形だったり、はいはい、まあ、フェラーリっていうとどっちかというとなんか赤とかっていうイメージの方が強いと思うんですけども、はい、実はコーポレートカラー自体は黄色なんですよね。そうなんですよ、はい、僕個人的にもイエローが大好きです。なんで僕もフェラーリの黄色結構好きなんですけど、ですよね、はい、それが非常にコンディションよく、はい、で今回は距離が少し多めかなと、ちょっと多めでしたねこれはね。ですけれども、うん、コンディションはかなりいいですよね、はい、っていうのもプロテクションフィルムが前回りに施工されているということで、はい、大きな飛び石だったりだとか傷なんかもかなり少ないと、うん、あとヘッドライトにもフィルムが施工されているんですね、はい、でこの辺もやっぱり傷つくと結構費用的にはかかるじゃないですか、はい、なんでその辺が守られているっていうのはかなりいいのかなと。であと寸法のところ、はい、全長の方が4657、はい、全幅が1971で前後の方が1276ということで、うん、やっぱり結構なサイズですね。そうですね。特に幅が、はい、幅は大きいですよね。でも僕こう見た時にその長さがねもうちょっとあんのかなと思ったんですよ。4800とか。あ、なるほど。4600っていうのは意外と小さいというか想像パッと見よりも、うん、実寸で。だからこのスタイリングで結構印象が変わってるのかなと、はい、うん、でそのスタイリングのところで言うと、はい、こちらフェラーリのスタイリングセンターがデザインされて、うん、先代の F12 のピニンファリーナと違って、はい、まあ、ちょっとデザインの衣装がかなりこうガラッと変わってるそうです、うん、はい、で有名なところなんですけども、うん、365GTB、はい、まあ、いわゆるデートナーですね、うんうんうん、をかなり意識されてるそうです。あ、なるほど、はい、でちなみにデートナーはピニンファリーナデザインだそうです、はい、そうですね。でこの後に続くチリンドリがもう思いっきりデイトナーデザイン、デイトナー寄りですよね、はい、言われなくても分かっちゃうぐらいデイトナーですけど、はい、一応こっちも、うん、デイトナーのデザインをいろいろ意識して各部デザインされてるそうです。なるほど。で F12 に比較しても空力がかなりアップされてたりだとか、特にリアだとアクティブのそのエアロダイナミクス、そうですね、がついてたりとかしてかなり空力的にもアップしてる車になってるそうです、うん、で具体的にはダウンフォースフロントで 30%リア 12%、まあ、もう年々なんかこうフェラーリってこう新しいモデルが出ると馬力もアップして、はい、まあ、ダウンフォースもアップしてるイメージですけど、うん、まあ、確実に F12 よりもアップしてるこちらのエクステリアになってると、はい、であとは今回の車少し手が加わってて、うん、はい、そうですね、素地パーツが黒く塗られてるんですね、うん、というわけでカーボンではないんですけども黒でちょっと個性的な感じに仕上がってると、うん、はい、塗り分けしてあります。
そしてボンドグループですから、はい、カーボンないのかと思ったそこのお客様、はい、ご安心ください、うん、純正から社外までさまざまなものがご用意できるということで、はい、調べたらやっぱり結構ありますね。あ、そうですか。マンソリーもそうですし、はい、あとはメジャーなところで行くとノビテックだったりとか、うんうんうん、あとカプリストなんかも最近エアロパーツかなり力を入れてるんで、まあ、いろんなもの、ね、特にもうガンガン乗っていただいていい感じじゃないですか、はいはい、というわけでいろんなものを一緒にご相談いただけるといいのかなと、はい、そしてあとはサイドに回っていくと今回のお車はサイドも少しカスタマイズがしちゃって、はい、タイヤホイールが BC フォージドに交換されてると、うん、はい、こちらがデザインが HCS25S ですね、はい、このピアスボルトがついてる2ピースのこちらのデザインになってくる。こちら当然単造ホイールですから非常に軽量で、はい、まあ、純正も単造ですけどね。そうですね、はいはい、でサイズ的にはこれ1インチアップされてる感じですよね。ね、そうです、そうですよね。純正が27535/20のところ今回21インチにアップされてると、はい、でローダウンもしっかりされてると。はい、であとは奥に見えるブレーキの方がフロント398倍ということで、うん、はい、相変わらずのドデカカーボンセラミックブレーキがですねついてると。はい、キャリパーは今回赤キャリパー、はい、で今回のお車はリフターもついてるということで、はい、もともと低いし、うん、今回ローダウンもされてるということで、うん、まあ、絶対欲しいオプションかな。必須ですよね、はい、オーバーハング長いですから。であと812のポイントとしてはこの車電動パワーステになってるんですね。そうなんですよ。確かフェラーリ初じゃなかったっけ電動パワーステ。あ、そういう風に書いてあります。あ、書いてありました、うん、そうですよね。なんかそれはちょっとすごいなと思いましたね。つい最近アリーナ店でポルトフィーノをご紹介させていただいたんですけど、はい、あの辺のシリーズもポルトフィーノから、うん、電動パワーステなんですよね。あ、なるほどね。であの辺のシリーズからピニンファリーナからフェラーリデザインに変わってるんですよ、はいはい、だ結構そこら辺の区切りで車のそのデザインもそうだし、うん、まあ、機能的な部分もガラッと変わってる。で電動パワーステになったことによってやっぱり制御が緻密にできるということで、うん、これちょっと市場でもいろいろ確認したいんですけど、はい、かなり、うん、ステアリングの介入というか、はい、トルクの介入なんかがアクティブにというか積極的にやるシステムなんかも入ってるそうです、うん、まあ、オーバーステアの時の介入とアンダーステアの時の介入両方あるみたいです。なるほどね、はい、まあ、その辺は乗ってみたいと思います、はい、乗ってみたいですね、はい。そしてあと横もデザインすごいっすよね。これこれはすごいですね。これボンネットから続くサイドのデザイン、はい、そしてもう一つポイントなのは、うん、ミラーが途中で衣装変更されてるんですよ、ね、はい、というわけで今回はこう初期型のタイプのこう足がこう長いタイプ、途中からなんか足が短く見えてこう、うん、上のミラーカバーが大きいタイプの仕様になってるということで GTS と確か同じ形のミラー。あ、そうですか、うんうん、でおそらくなんですけどその辺の関係で、うん、なんかエンジンの制御も少し変わってる、はい、空ぶかしができないやつですよね。うん、そうです。で後期というか後半になると空ぶかしができるようになるということで、うん、なるほどね、まあ、その辺も、おそらく変わってると思いますので確認してみたいと思います、うん、はい。続いて後ろに回ってきまして、はい、後ろもサイズアップされてて、うん、そしてタイヤの方が純正315から335にアップされてると。はい、で当然オーダーのホイールですから、はい、レズランバッチリです。バッチリです。あと81にポイントなのは 4WS もついてるみたいですね。そうなんですよね、はい、なんか車のキャラクター的にはちょっと意外かなって思ったんですけど、うん、なんか多分クイックなハンドリングっていうかそのホイールベースが長くなったりとかボディサイズが長くなったりとかっていうのを結局フェラーリも懸念材料があったので確か 4WS をコンピューター介入してホイールベースが短いであるような疑似的ななんかっていうのを読んだ気がしますね。バーチャルショートホイールベースみたいな。あ、そう、あ、そうですね、そんなネーミングで。そうです、そうです、はい、そうです、はい、まあ、その車のキャラクターを物語ってるんですけども、はい、そういった機能もついてるそうです、はい、なるほど。そして後ろは4灯ということでなんかデイトナって言われたらなんか、うん、はい、まあ、確かにっていう、まあ、って感じですね、はいはい、イエローのボディカラーがやっぱりリア結構映えますね。いいですね、はい。そして下側のこの辺もペイントされてるということで、うん、そうです、この辺ペイントされててフェラーリの、はい、馬もしっかり黒くなってるんです、はい、こちらも、はい、あ、なるほど、スモークで、あ、これスモークなんですね、はい、キャンディスモークにしてあります。しっかり黒くなってると、はい、そしてあとこのリアのディフューザーの下側がパカパカというか、うん、そうアクティブエアローになってる、ね、はい、あと今回純正オプションでマフラーのエンドが黒くなってるということで、そうですね、まあ、黒とイエローで、はい、非常に引き締まったエクセレアになっていると、はい、こんな感じになっております、うん、続いてインテリア見てみたいと思います。インテリアがなんかこれ僕意外だったんですけど、はい、F12 とラフェラーリ両方からなんかインスピレーションを受けたデザインらしいですよ。あ、そうですか、はい、なんかあんまりピンとこなかったんですけど、そうですね、はい、そんなにまあ比較したこともないですけども、はい、で今回のお車は内装はこの黒と赤と、はいはい、あとこのイエローまでいかないですけど、うん、はい、ライトブラウン的な、そうですね、そしたらこれ
クオイオなんですね。クオイオ、はい、あのステッチだったりだとか、そうですね、このデイトナシートのこのラインの部分だったりに関しては、うん、クオイオでまとめられた。これデイトナシート映えますね、やっぱりかっこいいですね。ちょっとクラシカルな印象もありつつ、はい、はい、こんな感じのインテリアになってると。であとやっぱり欲しいところの LED ステアだったりだとか、そうですね、あとメーターの方がイエローレブカウンターになってるということで、はい、はい、まあ、カーボンパーツ正直少し控えめですけれども、うん、はい、はい、うん、かなり雰囲気のあるインテリアになってるかなと、ね、はい、はい、こんな感じになっております。続いてトランク見てみたいと思います。トランク、まあ、この手の車なんで、うん、まあ、ほぼほぼ皆さん使用感ないと思いますけど、そうですね、まあ、一応容量としては320リッター、はい、でこれ倒すと一応500リッターまでいけるってことなんで、うん、はい、ゴルフバッグいけんすかね。いけると思いますね。これはこれ倒してこう縦に進めばそうですいけそうな感じですけど、はい、そして毎回恒例オプションリスト一覧がこちらでございます。これ多分見づらいと思いますんで、はい、インサートで拡大したものを入れておきます、まあ、そこそこ入っているかなと。そうですね、はい、はい、うん、そしてこのボディカラーのスペシャルカラーなんですね。はい、そうです、はい、うん、というわけでその辺なんかもしっかり入ってるこちらになっております。はい、続いてエンジンを見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 6496cc V12NA でございますが、ミッドに搭載されているということで、これボンネット開けるとミッドに搭載されているのがすごい分かりやすいですね。いっぱい奥にもう明らかにもうフロントの車軸よりだいぶ奥に搭載されてる、はい、でこちらが馬力800馬力、すごい、だからだんだんおかしくなってきますよね、感覚が、はい、本当に、はい、でトルクの方が 73.2 キロということで、これ F12 とエンジン の, あの排気量も違うんですよね。違います、はい、排気量もアップされてて、なんと馬力に至っては F12 のスペシャルモデル TDF より出てるということで、すごい、なんか改めてだからこう調べ直すとなんかとんでもないことになってるなっていう、うん、そしてこちらのエンジンがトランスアクスル方式で、はい、エンジンフロントに積んで、うん、ミッションだったりは後ろ で,、はい、でそのおかげで重量バランスがややリア寄り、うん、フロント47リア 53% ということで、うん、ややリア寄りの重量バランスになってるそうです、うん、そしてこれに組み合わせるミッションの方が7速 DCT そして0100 2.9秒、これあの4駆じゃなくて 2.9 秒ってもうどうかしてるレベルだと思うんですよね。本当ですよね、はい、なんか電子デバイスはまあまあ色ついてると思いますけど、はいはい、それ4駆じゃなくって FR でこのスタイリングで2秒台っていう驚愕のスペックになってる、うんうんはい、でマックス340キロ、うん、でこれトルクの方がなんか3500回転でトルクの8割出るようなエンジンらしいです。あ、まあ、その辺は多分大排気量なところと、うん、まあ、NA っていうのがかなり効いてると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、今回試乗できるということで、はい、ちょっとその辺意識して試乗させていただきたいと思います。はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。 4WS のところはバーチャルショートホイールベース 2.0 です、うん、1.0 が何だかちょっと分かんないですけど、ですね、けどなんかその車両の統合制御の方もなんか SSC5.0 だっけな、うん、一番新しいやつが 7.0 とか年々アップしてるそうです、うん、であとはその駆動制御のところ、うん、4WS とあと電動バーステ、うん、まあ、その辺なんかを全部統合で制御して、うん、それがピークパフォーマンスアドバイザーって言って極限域のステアリング制御が入ってるみたいです、うん、なるほど。で SSC っていうのがそのサイドスリップコントロール、うん、その制御限界に至るまでのプロセスを電動パワーステのトルク変化でドライバーに伝えつつトルク制御してくれるそうです。難しい。だから多分実際にこうハンドルがグイッてなっちゃう前に軽くしたりとか、うん、はい、重くグググってなる前にステアリングをなんか制御したりとかっていうのが多分入ってるんだと思います。でその辺の関係で、うん、フェラーリピークパフォーマンス、うん、あとフェラーリパワーオーバーステアっていう、はい、まあ、アンダーステアのコントロールとオーバーステアのコントロールが入ってるそうです。ほう、でなんかそれが結構、まあ、いろんなとこで書かれたり言われたりしてるみたいなんですけど、はい、あの上手い人が乗ると逆にそのあその制御が、はい、あだとなって、なるほど、車がとっちらかっちゃうみたいな、うんうん、なんかあれもそうですよね。あのマクラーレンもそうらしいですよね。マクラーレンもなんかその実際のそのスリップの前にグリップも見てるから、うん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 、なんかそのグリップでなんか制御先に入っちゃうらしいですよ、ね、あ、そうすると上手い人がもうあ滑ったと思ってこう、うん、やる前にこう車が制御しちゃったりするんで、あーってなっちゃう。なるほど。だそれ本当かどうかもう分かんないですし、試してはい、僕レベルじゃ確認のする術もないので、はい、今回まあ一応そういうのがついてますよってことで、そしてかけると、うん、やっぱり
12いいっすね。12いいですね。やっぱりね、ロマンの音がします。します。音全然違いますもん。でこの年式はフリッピングできないということで、うん、はい、2500回転ぐらいで、うん、そうですね、はい、ブルブルって当たっちゃうんですよね、はい、うん、あとバルブコントローラー欲しいかなと思いました、はい、このマネッティーノをレースにしても、うん、あ、そうなんですよね、あんまり音大きくならないですよね、はい、というわけで今回は一応スポーツで見てみたいと思います。はい、行きましょう、はい、あとリフターがついてるということで、はい、ついてます、ね、あ、ここは、はい、はい、失礼しました、まあ、ちょっとローダウンしてますし、うん、オーバーハンドも長いですし、はい、欲しいところかなと、うん、本当にあのホームページいろいろ見たんですけど、うん、しきりにやっぱりその電動パーセのところ言ってんですよね。ほー、ホームページでフェラリーの、そうです、まあ、あとそのレビュー系のも電動パーセに関してはかなり、はい、言われる、あの尺取ってくれてるところが多かったです。ほー、でやっぱりその電動パーセだと、はい、緻密に多分制御できるっていうのが結構メリットでかいんじゃないかな。ですよね、油圧のパーステよりかも、はい、うわー、やっぱりちょっと幅と長さ久しぶりに乗ると感じますね、うん、本当ですか。めっちゃ長い、長さはね、前の長さがね、はい、AMG GT ぐらいなんかフロントの長さ感じます。確かに確かに、はい、うん、あ、パセンジャーディスプレイってオプションですよね。違います、あ、標準なんですか。 81D と GTC4 ルッソ12気筒は標準です。あ、そうなんですか。はい、ルッソ V8 が標準だったかな、はい、でも最近のフェラーリは電子制御が緻密というか、うん、えらいことになってますよね、いろんな制御したりとか、うん、では一応スポーツで、はい、はい、高速道路、まあまあそうですね、刺激的ですよ。本当ですか、はい、ちょっとこの幅なんでやっぱり料金所とかは、はい、あ、大丈夫かなっていう感じは少しあります。はい、通行できます。ではいいですか。いいでしょ。いやでもなんかどちらかっちゃう感じしないっすよ。まっすぐ行こうとしますよ ね、ちゃんとね。本当に FR なのってだったかなっていうぐらい。いや本当ですね、すごい。これ後ろ書いてる なんだろう、はい、バランスっすかね、はい、なんかフロント抜ける感じもしないし、しないですね。ちゃんと四輪で車前に行ってる感じしますね、はい、だから多分トラクションにちゃんとかかってるんですよ。でパワーがすごいんでちょっとトラクションのコントローラー入ったじゃないですか、はい、入ったとしてもなんか極端に落とさないんで、はいはいはい、軽く空転しながら。そしてあの NA のこの大排気量、特に12なんて久しぶりに乗らせてもらったんですけど、ね、はい、あの気持ちよさの比が違いますね。全然めちゃくちゃ気持ちいい、はい、なんすかこれ最高ですよね。こういうのをなかなかほら味わえないじゃないですか。やっぱり加速だけじゃないんだなと思ったっす今、うん、気持ちよさって、はい、だって速いので言ったらもう EV なんかも本当にもう、いやもう持ってらんないぐらい速いじゃないですか、はい、けど違うじゃないですか、なんか、うんうん、もう体感のスタートダッシュなんかに比べたら全然あの比較にならない速度域ですけど、うん、はい、それでもなんすかねこの気持ちよさ、やっぱり、はい、ハイエモーションですよ。そうですね、はい、ローエミッション、はい、めっちゃ気持ちいい、うん、あ、でも本当にトルクすっごい下から出てます、はいはい、全然ターボと違う、うん、すごい、なんだろうな、バランスが絶妙なんですよね、なんかこの音もそうだし、はい、エンジンのこのトルク感もそうだし、はい、でもちろんその電子デバイス電子制御いろいろ聞いてはいるんですけど、はい、あんまりそのわざとらしくない気がします、うん、僕は、うん、やりすぎてる感はないですよね。そうですね、乗せられてる感はしないですね、うん、はい、そのストレートの加速に関しては、はい、あとコーナーリングですよね。あ、うん、まあ、なかなか試すとこって少ないですけど、気持ちいいよね。ギア比もややこう、12より下げてるみたいですね、 F12 より、うん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 、なるほど、って書いてあります、はい、あとその変速スピードが圧倒的に速くなってて、6速から3速まで、うん、落とす間に、はい、812だったら2速まで落とせるらしいですよ。へー、そのぐらいこう制御が速くなっているという、うん、でもF12 初めて乗った時 も、はい、もうめちゃめちゃ感動しましたよ。へー、ある意味の恐怖感もありましたし、はい、うん、812乗った時もさらにだったんでびっくりしましたね。で乗り心地としては、うん、今スポーツですけど、はい、結構硬いです、うん、はい、もちろん21インチで扁平も薄くなってますし、うん、はい、
足もそんなにこうめちゃくちゃストロークする感じではないけど、うん、あ、これハンドル切るとやばい、うん、なんすかこの車の動き、うん、でも僕その何回かまあ仕事で乗らせてもらってるじゃないですか、はい、その同じフェラーリでも、はい、ミッドシップのフェラーリと全く違うんですよ、はい、ただ車の動きは似てるんですけど、はい、あの FR のせいかフロントのロール感をちょっと感じるんですよね、はい、これ なんすかね、 4WS が効いてるからかな。そう だと思いますよ。だからなんか ロール感ちょっとあるんですけど、クイックというかショートホイールベースの車に乗ってるみたいなんですよ。すごい不思議な動きしますね車が。そうあーこれは、うん、違う全然なんか、うん、なんかあのどっちもいい車なんですけど、どっちも素晴らしいんですけど、はい、ちょっとあのさせるさっき乗ったウルスペルフォルマンテとまた違うんですよ。また全く違うですね、はい、どっちもいいんですよすごく、はいはい、うん、しっかりロールするっすね。そうローダウンしてあってもそうなんですよ。この左右だけじゃなくてこう斜めにこう、はい、感じがあるっすね、うん、あの接地感が分かるというか。そうですね、はい、だから減速しながらコーナー入ってくるとちゃんとこうさっき左カーブだったんですけど、うん、右前にこうグーグーってなってるのが分かりながらこう、うん、曲がっていくっす、ね、はい、荷重移動が分かりやすいですね。そうですね、はい、なんか意外と独特だな。458、488、F8 って、はい、そのロールする前提でハンドル切り始めで、はい、こうアクティブにスタビを固めたりとか、はい、いろんな動きあるじゃないですか、はい、まあ、あれはミッドシップだからまた違うのかもしれないですけど、同じメーカーでもこれだけセッティングの仕方というか車の動かし方違うんだなっていう。面白いですよね、これ不思議、うん、だからですかね、あの本当プロドライバーの人が乗っちゃうとどちらかっちゃうというか、 あのある意味こう繊細に制御しすぎてるというか、しすぎてるったらおかしいですけど、してくれてるんで。なんかこのハンドル切り始めに少しなんかこう、うん、独特さを感じるっす、はい、だから特にこう、うん、左切って右とか右切って左とかってなると、はい、こう一瞬なんだろうな、はい、遊びじゃないけど なんか少し自分の思ってたのと違う動きはするっすね、はい、だってこんなロマンの塊みたいな車あります？ないよね。 FR で、うん、NA で12で大排気量で、うん、今ちょうどそういう時期じゃないですか、はい、で何の制限もなく車、うん、じゃあどういうのがいいですかって言ったら多分これになると思います。ですね、はいはい、もうこれでマニュアルデーとかって言ったらもう100点120点満点です。いや、まあ、最高です。普通の一般常識的な速度域であればもう車に任せてくださいみたいな感じなのかね。あー、なるほど、うん、だっけモード切り替えで何上の方カットオフ、あのなんだっけレースモード、はいはい、とかしていけばまた制御の入り方も徐々に違ったりとかするんでしょうけど、はい、だからこれ今スポーツからレースにしたんですけど、うん、はい、他の車とかだと、うん、もうレースにした瞬間音が大きくなって、うん、はい、ちょっと回転も上がって、あ、そうですね、はい、すごいわざとらしい感じあるじゃないですか、はいはい、でもこれ変わんないですもんね切り替えても、うんうん、だ制御は多分このこれ出てますけど、はい、ESC とか、うんうんうん、その辺がしっかりこう、うん、1段階上がりますよっていう、はい、うんうんうん、これすごいな、うん、でフェラーリって 僕個人的にはですよ、うん、なんかそんなめちゃくちゃ剛性高い感じではない、あ、ですね、僕も、はい、同意見しますよね、はい、なんかそのうまくしなってるというか。そうです、はい、うん、足もボディもガッチガチというよりかは、うん、はい、あのマクラーレンとかポルシェに比べると言い方悪いのかもしれないですけど緩く感じるんですよこのボディの剛性感が、はいはいはい、これだけ走りのモデルだけど、うん、あの SNS で書いてる人いましたけど、うん、あのポルシェの RS モデルだっけな、はい、GT3 だっけな、うん、すごい乗った後に、うん、あのフェラーリに乗ったら、うん、あれ、あれこんなのだっけって、同じ走りの車だけど全然その、うん、向いてる方向が違うというか、うん、アプローチの仕方が違うというか、うん、はい、なんかもしかするとその FR の12気筒モデルって、はい、そのこういうモデル81にスーパーファストだと通常ラインナップモデルじゃないですかと同じ車でも81の中のスペシャルモデルありますよね、はい、スペチャーレだっけ、はいはい、ああいうモデルとのこの差が意外と大きいかもしれないですね、もしかすると。あと思うんすけど、もう買うならこれ今、まあ毎回言ってるかもしれないですけど、うん、もう今しかないと思うんですよ。そうですね、電動化ってもう見えてるじゃないですか、はい、その先に、はい、現にフェラーリも SF とか、はい、296とか電動化してって、うん、はい、でもちろんスペシャルモデルとかね NA とか残してますけど、はいはい、
でこれの流れって多分止まんないと思うんですよ。そうですね。でついにだってランボも全部電動化するよ。はい、はい、まあ、ウルスとかジュンガーソリンとか残ってるんですけど、はい、あれ残ってるんですよね。残ってます、はい、けどもメインのモデルは両方ハイブリッドじゃないですか、はい、で結構あの中には皆さんあのハイブリッドにこうパタッて切り替わるって思ってる方も多いと思うんですけど、うん、実はそうじゃなくて、うん、グラデーションになってるんですよね。はいはい。だからハイブリッドって言っても本当にポルシェみたいな、うん、あのマイルドハイブリッドに近い、うん、本当にバッテリーちっちゃくサポートだけでやるのもあれば、はい、もうバッテリーサイズどんどんでかくなっていくモデルもあるじゃないですか、うん、だって C63 なんかあのトランク狭くしてまで、あのコデカバッテリーを積んでやってるんですよ。はい、はい、本当ですよね。だってレベルトだって、うん、まあ、スタイリングがあれなんであんまりこうバッテリー感強調されてないですけど、はい、このセンターのトンネル全部バッテリーですから。ああそうなんですか。そうだから多分今後の方向性として、うん、ポルシェもなんかその電動化に向けて、はい、なんかそのバッテリーのその工場をドイツだかヨーロッパに作ってるんですよね、うん、は、はいはい、だからだんだん多分、うん、まずハイブリッド何かしらのハイブリッドが搭載されて、うん、でこのあとそのバッテリーサイズが多分どんどんでかくなってくるんですよ、うんうんうん、多分、うんうん、でもし間に合えばすけど、うん、その何でしたっけ合成燃料を、はい、あ今ヨーロッパ言われてるんですよね。そうですね。でガソリンが生き残るかも、うん、かもですよね。だそれもなんか合成燃料のそのパーセンテージどんどん上げてって、うん、でまあ環境負荷そのプラマイゼロにして、うん、はやっていくなんて話もあるんですけど、うん、多分全体的な流れとしてはおそらく多分ハイブリッドのバッテリーがどんどんでかくなっていく方向だと思うんですよね、うん、そう考えると本当に純ガソリンで、うん、ってなってくると、まあ、この辺がいい時期なのかなっていう。そうですね。でもちろんね、チリンドリもあるんですけど、はい、なんかまともに買えないんですか、はい、っていう話ですよね、うん、だメーカー側も本当にあの顧客を絞らないとデリバリーができないっていう状況になってるんで、うん、はい、この12気筒のエンジンに関してはフェラーリ特に好きな人は残してほしいっていう気持ちが多分強いと思うんですよね。エンツォフェラーリ積んだ F140B から始まって、はい、で81にこれ G 型になるのかな140の。それここまでずっと来てるじゃないですか。599に積んだりとか 12F12 積んで F12TDF をもちろん積んで、やっぱなんかこうストーリーがあるというかこう、はい、歴代の名車が積んできたの開発でね、エンツォフェラーリ、はい、うん、見通されされてっていうとこから始まってますから、言ってみたらね、たまにこう車好きの方とお話しますけど、エンツォフェラーリってフェラーリ立ち上げた時に私は12気筒しか使わないんだからみたいに言い切ってた人ですからね。あ、そうなん、そうなんですよ。私は12気筒じゃないと嫌だって、そういう12気筒にあらずんば車にあらずみたいな、そんな感じです。ただ、まあ、当然経営とか、はい、マーケットの話とかいろんなことがこだわってきて、やっぱり生き残るために V8 も作るし、亡き息子とのつながりでディノができたりとか、はい、いろんなことはありますけど、でも始まりは12気筒のメーカーだって言って立ち上げましたから、やっぱりそこのストーリーもちゃんとあるんで、やっぱりフェラーリの12気筒気になる方はもうぜひ今乗ってもらいたいです。そうですよね、はい、だから意外とうちのボンドグループでも81に行って高額のお車の割にはご購入いただいてるっていう、はい、イメージがすごくあります。皆さん今乗らないとっていうのは口々に言われるんで、だってもうどんどん条件がこう狭まっていくじゃないですか。悪くなってくるよね。少なくなってくるし、そうです。もうポルシェなんかまさにそうですよね。うん、本当そうです。今、うん、いい世代のいい車なんてもうすぐなくなっちゃうっていう。はい。だってあれだけ台数があるのにもかかわらずですよ。はい。条件いい車がなくなってくる。なくなります。買いたいと思っていて、はい、車を探し出して。はい。って思うようなものが見つからなくて違う車種になっちゃうとか諦めちゃうとかってなっちゃう話がもう結構多いので、それはとても残念ですからね。いやもうこれ黄色で大正解ですよ。でしょ。いや絶対そうだと思いますよ。これだけロマンの塊の車であれば、はい、このぐらい目立っちゃいましょう。はい、でも結局赤にしたって目立ちますしね。まあまあそうっすね。てかあのフェラーリっていうこと時点でもう目立つんで、まあそうっすね、造形的に。そうっすね、はい。あと今回インテリアはまあこの辺なんか黒ですけど、うん、はい、このクオイオのステッチと赤のラインは少しだけ反射するっすね、はい、そうですね、ちょっとガラスにそう、はい、反射しちゃいますね。ただ真っ白白とか真っ黄とか真っ赤じゃないんで、はい、まあ、そんなに気になることではないですけど、うん、日差しの向きによっては結構反射するなって感じはします。
はい、あとは全体的には本当に乗りやすいっすね。はい、本当に流しちゃえば、うん、名古屋高速今もう7速でだって2000回転以下っすよ、はい、そうですよね、はい、この気持ちよさってもうなんだろうな、変わりがないんすよね。はい、今いろんなそのアクティブサウンドとかで、うん、室内で音とかって、うん、で最近それも慣れてきて、はい、結構いい音するなと思ってて、うん、思い始めてるんですよ。違和感なくなりつつある。特にこの間 MC20 に乗せてもらった時には結構びっくりして、うん、これ全然いい音するじゃんみたいな気持ちいいし思ってたんですけど、うん、やっぱりこの生のというか、うん、リアルなものとはやっぱりちょっとやっぱりニュアンスは違うっすよね。そうだね、うん、年々こう耳がアップデートされてって、うん、音も全然いい音するじゃんとか思うけど、うん、まあでもデジタル的な音だからね。そうですね、うん、12の音とか聞いちゃうと、うん、やっぱこっちだなって思っちゃいますよね。そうだよね。バイクの、はい、あのマルチシリンダー空冷の、はい、空冷のカーンって回した時と、はいはい、なんか同じだよね。そうですね、LA12 人ってなんか、ね、バイク原付き消滅するっすよね。ええ、そうなの。はい、ニュースになってましたよ。あ、本当。もう原付きだともうその排ガス基準通せないんで、もうその今までの原付きが 125cc っていう風になるっていう。え、だからなんとなく人気のとか歴史のあるバイクたちが 125cc モデルが出たりとかしてるんですね。結局排ガス基準と必要な装備が、はい、原付きじゃもう無理なんで。あ、はい、もう大体原付きっていうのがその日本のあれなんですよね。はい、なんで一応そのメーカーの都合もあると思うんですけど、うん、まあ、それも消滅するってニュースになってましたよ。あ、本当。だから株とか、の名車も、うん、間もなく消滅。なるほど。ダックスやね、その辺も125になってね。話は戻るんですけど、そのスパッて切り替わるわけじゃないから、はい、もう気がついた時にあれってなっちゃうんですよね。確かにね。うん、だから今本当にハイブリッドとか言ってるんで、うん、ガソリンエンジン作ってるメーカーの優位性ってすごくあると思うんですよ。はい。けどこれが本当にバッテリーサイズがどんどん大きくなってきたりとかすると、うん、正直そのメーカーとしては、うん、あのエンジンがなかなかその真似できないから新規参入できない、はい、うんうん、でこれモーターになっちゃうと、うん、それこそ本当に、まあ、テスラじゃないけど、はい、そういう新興メーカーとか、うん、中国なんか今すごいんですよね。そうですね。あの辺との本当の戦国時代が始まる、うんうん、それはもう本当にメーカーで売る売れないだけじゃなくて、その国の基幹産業にも関わる話だから、うん、そうだよね。僕はちょっと合成燃料に期待したいです。いや、僕もしたいです、はい、そうするとまあ多少コスパが悪くても、うん、ガソリンエンジン内燃機関が生き残れる道が、はいはい、できれば手の届く範囲で、はい本当です。ああ、最近のだって本当になんか趣味性の高い車って買えないですもんね、うん、買えないですよね。まあ、もちろんその資産的にも買えないですけど、はい、もうそもそも枠がなかなかゲットできないみたいな、うん、そうです。ちょっとじゃあ最後に気持ちよさを、はい、はい、いいですか。いいですよ。気持ち、あ、結構これシフトガツンとくるっすね。はい、はい、すごい、うん、あー、いい感じっすね、うん、いや、車じゃないっすねどういうこと？ですね、タイヤがついてる楽器です。あー、わかります、はい、確かに演奏が終わりました、はい、だって市場のレビューもなんかオーケストラって書いてるレビューありました。あ、そう。へえ。管楽器ですこれは。はい。はい、いい音しますよね、12気筒。そうですね。はい。だから本当になんかその性能だけじゃなくて、うん、もう世界観を楽しんで、はい、所有欲が満たせる、はい。はい。タイヤがついてる何かですこれは。確かに。いや、最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、最高だよ812。いや、なんか V8 モデルの、うん、何ですか。うん、F8 とか4パッパとかあれとまた違うっすよね、はい、うん、もう一段上というか全然ロマンが、はい、僕縁があって、はい、そのテスタロッサ、車乗りたての時にテスタロッサをちょっと乗ったんですけど、はい、すげえな、もうすげえなしか分かんないんですよ、はい、そんな車乗ったわけねえから、はい、今まで一番でっかいエンジンって自分のコルベットの V8 5.7 ぐらいだったからマニュアル12気筒ミッドシップってなんだろうと思って。あ、確かに。でもすげえすげえと思って、そのトルク感だったりとかガッツンガッツンつながるクラッチとか
すげえなと思って、でその後355乗ったのよ。355すごいね、やっぱり、うん、すごいなと思うんだけど、うん、細いピアノ線なんだよね。あ、うん、で言ってみるとテスタローサって回るって琵琶なんだよね、うん、ベンベンベンみたいな、すごい線が強くて、改めてテスタローサってすげえ車だなと思って、いやさっき土立ちの撮影でさ、はい、重量配分が後ろが53って言ってたじゃない、はい、ちょっと感動しました。なんか僕後ろが重い車って好感持てるんで、ああどし、うん、もう絶対ほんのちょっとの時間だけど、もうの絶対乗っておいた方がいいよ、幸せになりますね、はい、俺はあれ乗った時あるよっていう、そうですね、うん、いや運転じゃなくて体験ですね、はい。で最後になりますけれども、はい、いや最高でしたね。怖いね。やばいです、まあ。ロマンの塊なんて。そうですね。はい、で今回まあ最初にも触れましたけど、うん、距離はやや多めということなんですけども、はい、まあ、そんなに多分ガンガン、まあ、僕個人的にはですよ、うん、ガンガン乗っていただいた方が、はい、まあ、幸せかなと思うんですけど、はい、まあ、そんなに多分年間何万キロも乗る車ではない。そうですね、じゃないかなと、うん、あとはそのもうごくごく距離薄の車で5000キロ刻むのと、うん、まあ、2万キロぐらい走ってて5000キロ刻むのだと、はい、まあ、ちょっと精神衛生上確かに、はいはい、まあ、ちょっと気が楽なところもあるのかなと、うん、はい、ものすごくポジティブに考えればですけど、そうですね、はい、であともう一点気になるところとしては、はい、今回タイホイール車外っていうことなんですけど、純正パーツはあるんですよね、はい、もちろんあります。ということで好みに応じて戻していただいたりだとか、あとはプラスアルファ、そうですね、していただくともっと、はい、満足度が高まるのかなということで、まあ、いろいろご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はフェラーリ812スーパーファストをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。